い、グミスのデブル増えてきてと思います。今日はですね、僕がブリザード本社に招待を受けて先行プレイしてきたスピリットボーンなんですが、今日の解説はビルドの解説をやっていきたいと思います。で、その中でもゴリラのビルドについて今日はフォーカスしてやっていきたいと思うんで、早速本日の目次いってみましょう。1つ目、スピリットボーン。2つ目、ビルド解説ゴリラ。そして最後にまとめという形でやっていきましょう。で、まず1つ目にスピリットボーンという形なんだけど、シーズン6で出てくるっていうか、まあ、登場予定の新クラスになるんだけど、このスピリットボーン、アメリカのブリザード本社に招待いただいて、で、一応ですね、先行プレイをしてまいりました。で、その時に、開発陣から精霊ごと、ムカデ、ジャガー、ゴリラ、で、最後にイーグルか。この4種類あるんだけど、この4種類の中の、ビルドを各用意してくれてたんだよね、開発陣が。で、その中でもまずは今日はゴリラをやっていきたいと思います。ゴリラのビルド、どんな感じだったのかというところで、早速ではありますがビルド解説 in ゴリラやっていきましょう。で、これはレベル30前提なのでパラゴンとかないって感じです。で、あとは装備に関してもですね、まあ、基本的にはですね、ちょっとレジェンダリーの化身があるんだけどっていうところで、まあ、ほぼスキルツリーメインで組まれているものになっているので、まあ、スキルツリーをメインで今日は見ていきたいと思います。どういう噛み合わせ組み合わせでなってるのかっていうところだよね。で、ただちょっと1個だけ問題があって、全部英語なのよ。なので一応今回はですね、海外のサイトがすでになんとスピリットボーンのスキルツリー対応しておりましたので、そのスキルツリーを見ながらみんなとですね、ああだこうだビルドに関して見ていきたいなというふうに思いますので、早速行ってみたいと思いますっていう感じなんで、これがですね、一応ですねビルドプランナーのサイトになるんだけど、まずはですね、そのスキルツリーの前にまずはここですね、プライマリースピリットとあとはセカンダリースピリットを見ていきたいと思います。まあ、要するにこれネクロマンサーでいうと死者の書で、バーバリアンでいうと武器熟練度とかで、あとはソーサラでいうとエンチャントとかかな。で、あとはまあとりあえずそのクラスの固有のやつっていうことなんだけど、クラス固有のスキルですね。で、レベル30とかになるとさ、ネクロマンサーだとゴーレム解放しにミッションしに行くじゃんっていう感じ。あれですね、あれと同系統のスピリットボーンのクラス固有のスキルになります。で、もちろん、今回ゴリラのビルドなんでゴリラを使っていくっていう形にはなるんだけど、メインとサブがあって、メインはゴリラでサブはムカデですを使っていくという形になってて、まずメインのゴリラに関してはゴリラのスキルを発動すると攻撃した敵に 100% のですねトゲを与え、まあ、要するに反射軽極ですね。要するに 100% の軽極の加護のダメージを与えると。で、さらに最大ライフの 10% の、バリアを3秒間付与する。で、マックス値で 40% までたまるみたいな感じかな。なので、ゴリラにすると自動的に、反射のダメージを与えるっていうのと、あとは障壁を展開できる自動的にっていうのがつきますっていうのがまずポイントですね。で、さらに、サブの、ムカデの能力なんだけど、過去3秒間に毒を付与した近くの敵1体につき最大ライフの 1% 回復 HP 吸収です。やばくないかなり強いよね。かなり強い。で、ゴリラのビルドに関しては基本タンクです。タンクなので、まあ、敏捷性を上げていくメインステータスの攻撃的な、なんかそのシュンシュンシュンって動いて、なんだろうな、身軽に行く前線の戦士の、まあ、クラスになってくるんだけど、ゴリラちょっと一味違うのね。結構自分にダメージを当てつつ、それを回避して HP 回復するとか、そういう結構タンク的な形で突っ込んでいくんだよね。まあ、バーバリアンの反射ビルドとかが近いような形にはなるんだけど、それをですね使っていくっていうような感じで、結構俺はこのゴリラビルド面白いと思ってます。なので前提はこういうベースがあってからのスキルツリーになってきますので、早速スキルツリー見ていきたいと思います。で、スキルツリーなんですけど、まあ、こちらになりますね。で、一応ね日本語にしてるんだよね。まあ、基本的にもともと英語です。全部英語です。なので、まあ、このロックスプリッターとかいろいろ書いてあるんだけど、まあ、なんだけどこれじゃ何も分かんないじゃん俺らなので一応自動的に翻訳してるんで、名前とか固有名詞はちょっと今後変わっていくと思います。まだ英語しかないからっていうところですね。なので早速ですが基本スキルから見ていくんだけど、もちろんゴリラのスキル使っていくよっていう話になるんですけど、これはですねバーバリアンのさ基本攻撃を当てようとしたら勝手にダッシュして敵にこう突っ込んでいって攻撃するっていうのあるじゃん。あれと同じなんで基本突っ込んできます。撃ったら勝手に突っ込んでいく敵にっていうような感じで近接で殴りに行くっていうところになりますね。でダメージを与えるっていうのと、あとは3回目の攻撃は周囲の敵にダメージを与えるっていう形になるので、結構ねスピリットボーンの、基本スキルのパターンなんだけど、3回目の攻撃の時に何かが起きるっていうのが結構高いです。やってる組み合わせのなんていうのやり方、スピリットボーンのパターンとしてはっていう感じですね。なのでそういう風な感じになってます。でゴリラは属性として物理です。で見たら分かるんだけど、イーグルは、雷で、ジャガーは炎で、ですね、ムカデは毒という形になりますので、こういった属性が分かれてて、ゴリラは基本ノーマルの物理です。属性なしの物理フィジカル攻撃になってます。でそのフィジカル攻撃が3回目の攻撃の時に、28% のダメージだからそんな強くはないんだけど、周りに衝撃波でドンって範囲攻撃になるっていう感じですね。で、進化させるとどうなるかっていうと、ブロックチャンスを5秒間 15% 増加させ、ブロックすると11のビガーって書いてあるんだけど、これは MP です。これは MP なんで、マナとか精髄とか土器とかそんな感じになってますね。で、ポイントはブロックチャンス。これ何かっていうと、盾を装備した時に唯一獲得できる防御の能力なんだけど、これめちゃくちゃ強いのね。っていうのも俺は実際にネクロを使ってるから、ネクロの盾のユニークが実装された時にそのブロックがやべえなっていう、安定するなっていうのを身をもって実感してます。なのでこのブロックが実は基本スキルを打つことによって発動させられるんだよね。でそもそも両手装備のキャラクターなんで攻撃的なクラスなんですよ。スピリットボーンは両手のなんか鎌みたいなやつあって、で鎌っていうかなんだろうな、槍っていうかグレイブみたいなやつなんだけど、それをなんかブンブン回して戦うんだけど、かなりスピーディーに、そのマーシャルアーツみたいな感じで運営の開発の人言ってたんだけど、そういう風な戦い方をします。なので結構攻撃的と見せかけて、要するに両手攻撃を両手装備の状態で盾があるのと同じような感覚になるから、これめちゃくちゃ安定すると思うんだよね。エンドコンテンツでちょっとまだエンドコンテンツまで使えてないから、先行プレイレベル30だからなんだけど、っていうのがめちゃくちゃポイントになってますので、ブロックチャンスを5秒間 15% 増加させるっていうところで、これを使うだけでブロックがかなり発動するんで、基本攻撃はブンブンなんて言うんだろうな、ブンブンしとくだけで結構防御力もいい感じに上がると。で、今回ビルドに関しては上を取ってたんで、上をちょっと見てみたいと思うんだけど、進化先ロックスプリッターは、このスキルの名前だね。基本スキルの攻撃は5秒間あなたのトゲを、反射軽極だね、反射を13増加させ、3回目の攻撃で敵にあなたの、トゲの攻撃、要するに軽極の反射の攻撃を 100% 与えますという形になってますので、かなりこれは反射ダメージをぶちかますという形で、結構強いのかなって思ったりもしてますね。っていうところ、かなりこれは守備力と、あとは軽極をガンガン上げていくっていうような感じかな。でちなみにもう片方に関しては決意を付与しますって書いてあるんだけど、これねリゾーブっていう形だと、リゾールブかリゾルーブなんだけど、これリゾルーブは実は今回のゴリラのスキルっていうかビルドでめちゃくちゃ出てくるんだけど、一応こうスタックしていくみたいな形になるんだけど、このリゾルーブがスタックしている間、決意っていう風にこれは翻訳されてるんだけど、ダメージ減少が 20% 増加っていう感じになります。で直接ダメージを食らうとスタックを消費する。なので、障壁とかが削られる分には減らないんだけど、自分の HP にダイレクトでダメージ与えて減ったら、そのリゾルーブの、スタック数が減っていくって感じで、マックス8スタックまでたまるリゾルーブがっていう感じになります。なのでそのゴリラのビルドの時はリゾルーブっていうのがその自動的にいろんなタイミングで溜まっていく。でリゾルーブっていうのはダメージ減少率 20% なので非常に強いです。めちゃくちゃ強いっていう形になってます。でも一応今回は軽曲を発動させる方にしてる。正直ね、俺はこっちでも全然ありとは思ってる。まあその軽曲のダメージをどれほど与えるかっていう、その、レベル30だから、何回も言うけど、なのでちょっと完成度がそこまで高くないから分かんないけど、リゾルーブはめちゃくちゃ強いよっていうのと、で、軽曲のトゲのダメージっていうのもかなり意識されているビルドになってるっていうような話ですね。もうこの時点で結構違うじゃん。盾の代わりのなんだっけ、ブロックかブロックチャンスっていうのもゲットできるし、めちゃくちゃ面白いっていう風に俺は思ったんだよね、この時点で。両手装備持って、その両手の火力出しながらブロックもらえんの、盾持った状態になるのみたいな感じで、みたいな感じで思って、さっきも言った通りネクロの盾の、ユニークでブロックがどれだけ有能かっていうのは俺は実感してるから、ってかなり思ったっていうところですね。で、コアスキルになります。次はコアスキルになるんだけど、コアスキルの攻撃、これね、押しつぶす手って書いてあるんだけど、手でドーンって衝撃波を作るみたいな感じなんだけど、そんなに距離は遠くないっていうか、近距離の敵にダメージ与えるみたいな感じですね。で、基本的には物理です。さっきから言ってる通り、ゴリラに関しては属性なしの物理ダメージを、周囲に与えるって感じですね。で、進化していくんだけど、進化先に関しては、最大ライフの 50% まで2秒間与えたダメージの 10% に相当するバリア、障壁ですね、を付与する。なので、この攻撃をするだけで障壁を獲得できますっていう感じ。で、さらに、進化先の最大の部分は右にしてて、で、このスキルの攻撃の半径はリゾルーブ、さっき言ってたダメージ減少 20% 増加する、日本語で言うと解決するっていうところの、スタックがマックス8個までできるようなダメージ減少の、ボーナスバフなんだけど、でこのリゾルーブのスタックごとに 5% 増加し、最大 40% 範囲が広がる。なのでこれ実はリゾルーブが溜まってれば溜まってるほどめっちゃ範囲が広がるし、リゾルーブに関しては直接ダメージを受けない限りには減らないから、スタック数が。なので障壁を常に展開し続けるっていう状況でいればかなり強いっていう形で、最初のさ、ゴリラのそもそものスキルで最大ライフの 10%、 最大 40% のバリアを、障壁を3秒間付与するみたいな感じで書いてあるじゃん、ゴリラスキルを発動するたびにっていう感じなんで、めちゃめちゃ障壁展開するのね、ゴリラビルドって。っていう感じなので、結構リゾルーブは守られるし、リゾルーブがあればあるほどコアスキルの範囲がでっかくなるから、単純に周りの、ダメージも与えれるっていう感じで、さらにここで、またここさらに障壁を獲得するっていう無限ループ。リゾルーブを守り続けるねっていう感じのコアスキルになってます。で、あとはここのパッシブを取ってあって、マックス3振りしてます。ここのパッシブは、基本スキルのダメージが 30% 増加、3回目の攻撃でこのボーナスが2倍、要するに 60% 増加するって感じですね。で、1個ポイントだけ俺聞いたんだけど、まだ分かんないって言われたのが、例えば今さ、基本スキルのダメージ 30% 増加で足し算か掛け算か乗算か加算か書いてないじゃん。これはまだね、調整中らしい。一応内部データ的にはどっちかあるらしいんだけど、まだここは非公開らしいですっていうところです。なのでこの、コアスキルに関しては曲振りをして、とりあえずこれで火力を結構やる、クラッシングハンドかっていう形になってますね。なのでそういった形になっているといったところですね。まずこのクラッシングハンドでかなり5振りにしてやってるっていう感じで、ラッキーヒットが幸運の一撃が 31% あるから、結構広範囲になるじゃん、リゾルーブが溜まってくると。でその広範囲で 31% なんで、結構幸運の一撃も出るっていうような話かなっていうところなんで、コアスキルはそんな感じになってます。で、ですね、右下のさらに、新しい攻撃スキルというか別の攻撃スキルの欄になるんだけど、ここに関してはゴリラがまずないんだよね。右下の欄なんと、ここら辺があるんだけど、このね、ソアルっていうのかな、これめっちゃ使われるんだけど、今回はこれは入ってなかった。これね、上からドーンって飛んで落ちてくるやつ、ドーンって飛ぶやつですね。これめちゃめちゃあらゆるビルドで使われてるんだけど、今回はこれは入ってないって感じ。ゴリラは結構機敏な動きというよりかは、いかに守備力を上げて軽曲であったり障壁を回したりとか HP 回復機構を作ったりとかっていう感じになるから、このソアラをめちゃくちゃいろんなタイミングで見るんだけど、ゴリラの時は入れてないって感じで、まあ、入れる人は全然出てくると思うんだけど、非常に強いですね。これは飛び上がってビヨーンってなるからかなり有能スキルなんだけどっていう感じで、その代わり入ってるのがムカデスキルで、これはね有毒な皮膚、これなんだっけ、なんとかスキンみたいな感じなんだけど、これ何かっていうと、まあなんていうの、自分に防御オーラみたいなものを付与するみたいな、ムカデの毒の防御スキルを使うみたいな感じだから、攻撃スキルっていうわけではないんだよね。でどういう感じになるかっていうと、ですね、あなたを攻撃する敵に3秒間 30% のダメージを与える毒を付与しますという形で、要するに自分を攻撃した敵を毒にするっていう感じですね。でもちろんここから強化していくんだけど、1個目の強化先はトキシックスキンですね。このスキルが発動中ですね、毒の効果が3秒間 100% 増加、要するに3秒間2倍の毒の攻撃力になるから、毒が2倍の攻撃力で強くなる3秒間っていう感じ、まあ分かりやすいよね。で次なんだけど、次が結構大事で、トゲのダメージを 100% 増加、要するに軽極の加護ね、反射ダメージが 100% 増加、毒状態の敵にっていうのが非常に強いので、まあもうここら辺まで来ると考えたら分かると思うんだけど、そうなんです、反射ビルドです。反射ビルド、そう反射ビルドです。なので反射のダメージを積んでいくという形になるのがメインアタックになります。なのでここら辺のさ、クラッシングハンドとかに関しても、もちろん曲振りして火力出してるんだけど、まあ、やっぱり、リゾルーブで、半径を広げて、その半径の広い敵に対してダメージの 10% の、なんていうの、障壁を得るから、そういった障壁を得るとか守備を高めるっていう部分が、守備的な戦術が結構強いです。で、毒とかを与えることによってさらにトゲのダメージを与えるとかで、軽極の、ダメージをどんどん、与える、このスキルも確か軽極あったっけ、あ、こっちか、こっち基本スキルに関しても、3回目の攻撃で敵にあなたの軽極の加護ですね、反射のダメージ 100% を与えるとかっていうのがあるから、反射のダメージをめちゃくちゃ積みまくるっていう感じになってます。ただこれ両手武器でメインステータス敏捷性じゃないっていうのを、こうリゾルーブとか、あとはまあ障壁とかいろんなものでカバーしてるっていう形になるんだよね。なのでまあとりあえず戻るんだけど、こう毒効果を与えて反射ダメージを与えるっていう感じ、なんならおまけで、まあ、毒のダメージもまあ強くなる 100% 上がるよねっていうのもあるという感じですね。でコアスキルの右下の欄は、まあ、基本的にはちょっとゴリラのやつがないから、まあ、毒を取って軽脚を上げてこっちの左下に行くという感じです。でここにはちゃんとゴリラスキルあるんで、ゴリラを、上げていくんだけど、アーマードハイドというスキルですね。で、これに関してはですね、5秒ごとに、5のリゾルーブを獲得するっていう形になります。なのでここら辺が非常にですね強いですっていうところです。で、さらに自分自身をこのこれあれだ、攻撃スキルじゃなくてアーマースキルで攻撃するんじゃなくて、自分にゴリラの加護の防御を防御魔法をかけるって感じね。で、まず5秒間さっきのリゾルーブ獲得、ダメージ減少のストックを、5個もらえるって感じなのかな。でさらに自分自身をこのスキルが包み込んで止められない状態、これ要するに抑圧負荷です。抑圧負荷になります。抑圧感になるっていうのがめちゃくちゃ強いで、さらに 4.2 秒間 100% のブロックチャンスを獲得します。でブロックに関しては基本的にはその縦にあるんだけど、ダメージ減少率です。で大体ブロック率じゃなくてダメージ減少率は 60% 大体ダメージ減少してます、ほとんどの盾で。なので書いてないんだけど、おそらく 60% のダメージ減少率って俺は勝手に想定してるっていうのも、普通にブロックチャンスっていうか、そのブロック率っていうのがあるんだけど、まあ、ブロックに関しては、まあ基本的には 60% の減少率がほとんどの場合設けられてるからって感じですね。でまあユニークな盾とか見ると分かりやすいんだけど、まあ、そのブロック率が書いてあって、ブロックでダメージ減少率 60% って書いてあるから、まあ、要するに 100%4.2 秒間ブロックするから、ダメージ減少率がマジで半端ないことになる、リゾルーブと合わせると。なのでリゾルーブが 20% で、盾を参考にブロックのダメージ減少率60だとしてらダメージ減少率 80% いくんだよね、マジでやばい。で、シーズン4から防御オプションっていうか、そのオプション補正でダメージ減少率をあんまり詰めなくなってる現状で、これだけダメージ減少率を詰めるのはマジでこのゴリラビルドぐらいしかないのよ。めちゃくちゃ特別これは。なので非常にこれは何ていうかな、かなり個性が出てると思ってるので、このアーマードハイドを使うとめちゃくちゃカッチカチになるっていうところで、さらに進化先ではどうなるかっていうと、最大の決意リゾルーブですね。さっきの、スタックがマックス8まででダメージ減少率 20% 増加で、持続期間中にトゲが X 増加しますって書いてあるので、これ要するに、このアーマーがついている間リゾルーブの、数に応じてかな、おそらく軽極のカゴのダメージが上がるっていうところなので、またここでも反射を上げてるよねって感じで、最終進化に関してはこのスキルが有効な状態で敵を回避すると敵に、軽極の、トゲの、ダメージを 100% 与え、ヒットごとに最大ライフの 5% を回復します。これやばくない？これやばくない？回避すると敵に軽極のカゴを 100% 与え、ライフを 5% 回復、最大ライフのヒットごとに。やばくないこれと思ってるんだよね。なので結局ローグに似てる感じの回避をあれテンパリングでつけるとするじゃん、焼き直してつけまくるじゃん、で回避を 30〜40% にするじゃん、 30% とかにしたら、俺実際にシーズン4でローグのやつ使ってるんだけど、アンダリエルのハートしか使ってるから分かるんだけど、 30% 最近超えたんだけど、すげえ快適なのよ。バンバン回避するのよ。ってことは回避して HP 回復する、障壁ある、リゾルーブある、でこのなんだっけ、アーマードハイドの能力で 100% のブロックチャンスあるっていうので、めちゃくちゃやばくないバキバキにカッチカチでしょこれ。さっき言ってた両手剣っていうか両手槍かつメインステータスが敏捷性でも相当硬くなるっていうので、めちゃくちゃ面白いなって。俺はなのでずっとゴリラ推しって言ってるのはそういうこと。なんかさ、特殊じゃん今までにないよね。で一応ね、別の進化先のアーマードハイド見てみると、アーマードハイドが有効な間近くにいる敵ごとにブロック減少が、5% 増加っていう形なんで、ブロックのあれかな、ダメージ減少率が増えるって形なのかなっていうところになってる感じなんですが、やっぱり反射ダメージをメインにしたいんで、そういうここで反射ダメージを上げてるっていう形ですねっていうところです。で、ここのスキルは同じゴリラスキルなんだけど使ってないって感じなんですけど、こういう場合って結構どういう意味合いがあるかっていうと、今回、そもそも運営が作っているゴリラビルドの一つなんだけど、でその時にゴリラのスキル入ってないよねみたいな感じなんだけど、こういう場合は大体他のビルドのためにあるゴリラスキルの場合が多いから、実は意外になんて言うんだろうな、メインとセカンダリーじゃないけど、メインのゴリラビルドで使うスキルと、ゴリラビルドはそこまでそんなになんて言うんだろうな、親和性が超高いわけじゃないんだけど、実は他のビルドでは親和性高いとかあったりするから、そこら辺で使う可能性が結構あるかなっていう感じですね。でここに関してはね、結構抑圧不可の敵とボスに対して500% 増加したダメージを与えるとか完全にさ、抑圧者っていうレジェンダリーの化身あるじゃん、あれの強化版みたいのもあったりするし、自分から火力を出していくっていう感じかな。であとは回避とかがあるのかな。であとはこれを使うことによって障壁を獲得するとかっていうのがある。で敵をノックダウンするとか、要するに操作障害にして、で、ヒットした、場合最大ライフの 10% の障壁を3秒間不要みたいなのもあったりするから、結構そこら辺で、攻撃的なスキルとしてあるけど、今回は守備的なスキルが多いからっていうのも反射ビルドだからねっていう感じで、今回このキックは入ってないって感じかな。で、あとはですね、この辺のパッシブも見ていきますか。このパッシブは1振り、ブロック率が 10% 増加して1秒静止するとブロックのダメージ減少率が 10% 上昇で、次の2秒間これが維持されますと。でさらにこれは1振りなんだけど、3振りしているのがその先にあって、 X 個の、トゲを獲得、バリアを張っている間はトゲは 40% 増加します。で、これ何かっていうと、日本語が不自由なんだけど英語から翻訳してるから、要するに障壁を張っている間反射ダメージが 40% 増加するっていう形で、ここでまたさらに反射ダメージ上げてるよねっていう、反射ダメージ上げまくりじゃない爆上げしてるっていうような感じになってますね。で、さらにここから、右の下のねツリーに行くんだけど、奥義の1個手前かなっていうところのツリーに行きたいと思います。で、ここに関してはゴリラスキルを取ってます。ゴリラスキル、これですね、報復。これはですね、確か俺一番このスキルがいい感じだった。ペイバックかな、確か。ペイバックっていう名前で、このスキルめっちゃ良かった。目の前になんかね、波動拳みたいなのが飛んでくっていう感じですね。で、多分これレジェンダリーの化身なのかな、それとも、こっちのスキルによって、このペイバックの距離が伸びるのかなっていう感じなんだけど、まあとりあえず、波動拳みたいなのドンって前に打つっていうところです。で、100% のダメージを与えるんで、自分のね、火力に合わせて、ダメージ伸びていくよっていう感じ。で、ポイントは攻撃を受けると、ペイバックのアクティブクールダウンを1秒短縮する確率が 35% ある。要するに、攻撃を受けると、ペイバックのクールダウンが自動的に1秒間短縮する確率が 35% だから、CT 短縮が最初から勝手についてる。すごいよね、勝手についてる。でもこういうの多いのよ。なんかね、勝手に CT 短縮がそのシステムに盛り込まれてるっていう前提でみたいな。ジャガーの奥義スキルもそうだしっていう感じになってる。なのでペイバックは結構使えるかなっていうところかな。で、進化するとどうなるかっていうと、敵があなたを攻撃するたびにペイバックによるダメージが60秒間 5% 増加し、最大 75% 増加する。マジで強い。やばくない？しかもここさ、ペイバック最初の部分もダメージっていうか、まあ、攻撃を受けるとだから直接ダメージを受けるととか、そんなん何でもいいから、障壁削れても何でもいいから、攻撃を受けるとクールダウンが下がる。でこっちも、ペイバックによるダメージが増えるんだけど、敵があなたを攻撃するたびに同じような状況だよね。敵が攻撃するたびに自分を障壁削るなり何するなりで、そん時に増えるっていうことは、要するに反射ビルドだから自分から突っ込んでいくのね。突っ込んでって敵の攻撃をいなしながら、でも食らいながらで、致命傷は負わずで、さらに障壁をどんどん後から回復していく機構もあるし、で反射でダメージを与えるし、でそれによってペイバックの CT が減って、ペイバックの攻撃力も上がって、でペイバックでしばきまくるみたいな。でその間に勝手に軽極の加護で反射ダメージで食らっていくみたいな感じになってるから、めちゃくちゃ噛み合ってるのよ。で一応ペイバックの最後のツリーの進化先に関しては、ペイバックのクールダウン中にコントロールが損なわれる。要するに操作障害をペイバックの、CT 中に行われると、てか食らうと無料で発動できるようになる。要するに、まあ何でもいいんだけど、移動速度低下とか、あとは凍ったりとか、操作障害系を受けるじゃん。ペイバックのクールダウン中、ペイバック残り発動まで10秒間必要ですみたいなタイミングで、そうすると即座に無料で発動できる。もうなんていうの、多分これ無料っていう形だけど MP 商品はないのかなっていう感じで、ノーコストでバンってすぐ CT とか無視して出せるみたいな感じで、さらに3秒間無敵状態が付与され、30秒ごとに1回のみしか発動しないんだけど、ペイバックがクソ強いという。実はペイバック CT 中に操作障害を受けると無敵になるしさらにペイバックの CT がキャンセルされてすぐバーンって出せるようになるっていう感じになるから、ガチで強いっていうところになる。で操作障害になったらペイバック打てないから意味ないやんとか思うじゃん。抑圧負荷のアーマードハイドあるんですよなのでマジでバキバキに完備してるんですよ。自分が突っ込んで軽極の反射ダメージ与えたい、だけどリスクがある操作障害ダメージで、そこを HP 回復、障壁回避で CT 短縮も含めたあらゆるサポートがある上で、でリゾルーブっていう解決するっていうやつの8個スタックしてダメージ減少 20% あるやつとかで、あとは縦にしかなかった特権ブロック率からのブロックっていうのがもうモリモリになった状態で突っ込めるから、結構それでここら辺とかもイージーにバーンって使えるし、無敵になるし、そもそもっていう感じなんですよ。なのでマジで多分エンドコンテンツであればあるほどゴリラ輝くと俺思ってて、めっちゃおもろいこの組み合わせっていう風に、このスキル同士のシナジーがめちゃめちゃ面白くてワクワクしたっていう感じかな。なのでこのゴリラすげえ俺的には面白いんですよ。であとはゴリラの、一応ねパッシブこの部分で取ってあるんで見ていくんだけど、ゴリラスキルを発動すると最大ライフが10秒間 10% 増加っていう形で、ゴリラスキルを使えば使うほど、まあ、HP が 10% 増加してってるっていう感じで、結構 HP も上がってていい感じっていうところになるので非常に強いです。で、まあ、一応もう1個上に同じようにゴリラスキルのあれがあるんだけど、まあ、これはノックダウンした時に追加ダメージを与えてボスでない場合は処刑するとかなんで、まあ、そんなに軽極の加護とかでやる場合は向かないかなっていう感じで、より守備的な方を取ってるっていう感じかな。なのでそんな感じの能力と。で、扇スキルですね。で、扇スキルはもちろんゴリラの扇取ってますと、ゴリラがねドーンって出てきてフィールドを作るって感じなんだけど、でこれに関してはですね、ゴリラのスピリットが6秒間エリアを保護して、まあ、ゴリラが上からドーンって降ってきて、まあ、なんかねこうエリアを作るんだよね。でそのエリアの中が周囲の敵に 80% のダメージを与え続け、 1.5 秒ごとにライフの 15% の障壁を付与しますって形なんで、これを使うことによってダメージとあとは障壁を付与してくれて結構いい感じと。まあこれ守備的だよね。でさらに進化させると、プロテクターの攻撃は非エリート敵に対して 300% 増加したダメージを与え、エリート敵から受けるダメージも6秒間 30% 減少すると。なので、急になんだけど進化したら、プロテクターってまあこのスキルの名前なんだけど、このスキルの攻撃が非エリートに対して 300% 増加したダメージを与える、まあそのなんか魔法陣みたいなゴリラがドーンと降りてきた周りに来るんだけど、そのエリアの中がですね、周囲の敵に 80% のダメージを与え続けって感じなんだけどなんかその 80% のダメージが急に 300% になるっていう急に超高火力になって、さらにエリートから受けるダメージも6秒間 30% 減少なので非常に強いっていう形ですね。でさらに最後の進化に関しては、プロテクターのエリアはさらに、まあ、この扇スキルの、魔法陣のエリアですね、まあ、さらに6秒間持続するっていう形なので、12秒結局これは6秒6秒なんで12秒か。12秒間ゴリラがずっと、滞在するという感じですね。でエリア内にいる間はあなたは抑圧不可になり、エリア内の敵や小型ミサイルは 80% 遅くなる。なのでゴリラの、魔法陣の中に関しては、ゴリラがいて白く光っている間のなんていうかな、その魔法陣の中に関しては敵とか敵の攻撃が 80% 移動速度が遅くなるっていう形で、めちゃくちゃ強い感じ。まあ、要するにこれ何が言いたいかっていうと、攻撃速度が遅くなるから DPS が圧倒的に低くなるんですよっていうのがまあポイントの一つではあるかなっていう感じになるので、かなり全てのスキルがマッチしてるっていうような感じになるかな。で、扇パッシブに関しては、まずここ1振りだけのものをまず紹介しますね。最初の1振りは、究極スキル、まあ、扇スキルですね、発動するとエリートへのダメージが、3秒間 5% 増加、敵が1体だけの場合このボーナスが2倍、まあボス戦の時とか2倍になるって感じで 10% 火力が上がったりするという。でまあまだ1振りなんで、結局最後のこの3振りのやつを取りたいんで、まあ、1振りのやつはサクッと見ていきましょう。で、扇スキルを装備している間、あなたの最大活力が10増加、まあ、MP が10増加するっていう話ですね。まあ、MP が良くなると。で、ポイントの3振りしているスキル、これ何を取りたいかっていうと、扇スキルが発動している間に倒した敵は覇気のスタックが付与され、1スタックごとにダメージが 3% 増加し、最大 30%、究極スキルが終了、扇スキルが終了すると覇気のスタックが15増加、1秒ごとにスタックが1失われると。でまあこれ覇王色じゃないけど覇気のスタックが、追加されてって、1スタックごとにダメージが 3% 増加で、マックス10個、スタックされると 30% 増加になるので、要するに扇スキル発動中に敵を倒せば倒すほど火力が上がる。で扇スキルが終了すると自動的にこのスタックが15増加するので、まあ、最大 30% だからあれなんだよね、まあ5スタック分多いけど1秒ごとに1スタック失われるから、まあ、30% 火力アップが持続一時できるっていうようなイメージかなっていうような感じなので、火力が上がるっていう感じ、扇スキルを使うとねっていうのが、まあ、結構面白いかなっていうポイントになってくるかな。なので、まあ、要するにまあ軽極の加護とかをどんどん火力上げたいから、自分の攻撃をどんどん上げていこうねっていうような話ですね。で最後に重要パッシブです。重要パッシブに関してはこちらになってますね。同じ基本スキルを3回連続で使用するごとに全てのスキルランクが5秒間に増えるこれ強いんだよな。同じコアスキルまたは、ポテンシースキルを3回連続して使用すると全てのスキルのアクティブクールダウンが 10% 減少する。減少率はスキルランクごとに 2% 増加。これやばくないこれ。まあ、まず基本スキルを3回連続で使用すると全てのスキルランクが5秒間に増加。この時点でマジ強い。でさらにコアスキルとかポテンシースキル、ポテンシースキルって、この辺かな、ペイバックとかもポテンシースキルに含まれます。この辺の、攻撃スキルと言ってもいいんじゃないかな。 MP を使う攻撃スキルを3回連続して使用すると全てのスキルのアクティブクールダウンが 10% 減少、 CT 短縮 10% で、減少率はスキルランクごとに 2% 増加っていう感じなんで、基本スキル上げてランク上げてで、コアスキルとかポテンシースキル、攻撃スキルで CT を使えば使うほど下がっていくみたいな。だから基本的には基本スキル3回どんどんどんと打って、ペイバックとかの、コアスキルとかポテンシースキルの攻撃スキルを3回連続使うという感じですね。でさらに、基本的には基本スキルは3回攻撃すると何かしら発生して、で今回のゴリラスキルの場合は周囲にダメージを与えるっていうのがあるから、そこら辺で3回目の攻撃で敵はあなたの反射ダメージを 100% 与えるっていう形の究極の加護 100% ダメージ与えるから強い強いんだよね、強いんだよね。かなりマッチしてるっていうのがゴリラのスキルというかビルドになってますという形になっております。ということでね、ゴリラのビルド解説こんな感じなんですけど、今ねゴリラ上から降ってきたじゃん。これがゴリラのフィールドになってるんだけど、この魔法陣の中にいると、いい感じというところですね。強いよっていう感じです。でこういう風な形で噛み合い方がすごいのよ。これ他のビルドも今後紹介していくんだけど、ゴリラもこんだけ噛み合ってるけど他のムカデとかのビルドもバキバキに噛み合ってるんですよ。で一応今回紹介したスキルツリーのプランナーは URL 下に貼っとくんで、ぜひ見ておいてくださいっていう感じ、興味ある方はっていう感じなんですけど、そういう風な流れになってるというところで、最後にこれを踏まえてまとめやっていきましょう。スピリットボーンね面白いですよレベル30でもちろん、注意点というか懸念点っていうね別の動画のポイントでも言った通り、どうなるか分かんない。まだレベル30だからエンドコンテンツでもしかしたら中途半端になる可能性もある。こうやっていいとこ取りとかいろんな手広く組むから、もしかしたら中途半端で結局ムカデ以外使えないよねってなる可能性もリスクもあるんだけど、まだ分かんないけど、単純にこのまま捉えてこういった強さを全ての4種類のビルド、イーグル、ゴリラ、ジャガー、ムカデが維持してそのままエンドコンテンツにいけるのであればめちゃくちゃ面白いんだよね。めちゃくちゃ面白くていろんな可能性があるっていうところで、こんだけ噛み合わせがあって今までにないような形で、なんていうかな、新しい本当に今までにないようなクラスという形で遊べるのでめちゃくちゃ面白くない？俺はすげえ面白いと思ったし、噛み合い方えぐーと思って守備ガンガンいって究極の過去バチクソ発動させるやんみたいな。いやこんなレーザープレートにあれだよね、グレートアフィックスついたやつめっちゃ欲しいと思ったもんバキバキに究極の過去上げてめちゃくちゃ反射ダメージでどんどんね俺杖できんじゃないかみたいな。でここまで防御力上がるとマジバーバリアンぐらいのムーブができんじゃねって思ったりもするから、本当に面白いと俺は感じてるので、そこら辺でさ結構いろんなムカデビルドでもいいし、これ以外のゴリラ以外のねっていうのも本当にね今までにない可能性があるから、ぜひね楽しみにしてほしいなっていうのと、ゴリラは俺の一押しですゴリラはめちゃくちゃ一押しです。で開発の人からもいや分かってるねみたいな、そうなんだよねみたいな、お前はそれ正しいぞみたいなことを言ってもらってるので結構ゴリラは面白くなると思うので、ぜひねシーズン6本番来たらみんなとね、俺はとりあえずゴリラねビルドやってみたいなと、みんなもいろいろやると思うんだけどというふうに思ってますのでね、そんな感じで一応俺が先行プレイでやった中の一番気に入ったビルドから紹介しようと思って、もちろん残り3つのビルドもやるんだけど、今回はまずゴリラビルドを紹介しました。でゴリラビルドはそういう感じです。基本的には障壁、ブロックでリゾルーブでダメージ減少ね、であとは HP 回復で、もうあれなんだっけ、抑圧負荷っていう、そこら辺の本当に詰め込めるだけ防御系を詰め込んで、しかも両手武器なのにそういうのがガンガン入れれるっていうところで、しかも回避すると HP 回復する、やばくないっていうのでかなり面白いし、重要パッシブでガンガン CT も減らせるっていう感じで、レジェンダリーとかないのにレジェンダリーの化身とか入れてない状態でそういうことが組めてるっていうのはめっちゃ面白いじゃん。なのでそういう風な中で結構俺のこのゴリラビルドへのなんて言うんだろうな、ワクワクは結構高まってるので、まあ、俺的にはゴリラをまず最初やろうかなっていう感じなので、シーズン6はね、なのでぜひみんなもね、いろいろ、こういった妄想する時間楽しいと思うので、ゲームのね、その発売というかリリース前のね、なのでそんな感じでね、ぜひねシーズン6もみんなと楽しく遊べればって感じで、まずはシーズン5なんだけど、シーズン4がねもうすぐ終わるんでね、なのでそんな感じで今日はこの辺にしときたいと思います。という感じで KTR ゲームではですね、ディアブロ4の動画、サーバースラムの頃から作っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価でぜひ応援していただければ幸いです。そんな感じで今日はこの辺にしときたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。